フォルクスワーゲン W12 は、ドイツの自動車メーカーフォルクスワーゲンが1997年から2001年にかけて発表した一連のコンセプトカー群を指す。ボディはいずれも共通で、デザインは、イタルデザイン1 0 g r ロが担当。プロトタイプレーシングカーのようなエクステリアを持ち、ガルウィングドアが装備される。W12 シンクロ1997年の、 東京モーターショーで発表された初のモデル。W 型12気筒 5600cc エンジンを搭載し、シンクロ四輪駆動システムを備えていた。1998年のジュネーブモーターショーで発表されたモデル。前年のシンクロをベースにオープンカー仕様となった。エンジンはシンクロと同様だが、四輪駆動システムを撤去し後輪駆動となった。 W12 ナルドリアビュー2001年の第35回東京モーターショーで発表されたモデル。搭載されるエンジンは W 型12気筒 5998cc で 600PS7000rpm63.27kgm5800rpm を発揮し、これをミッドシップに搭載する。駆動方式は後輪駆動である。 モーターショー直前、イタリアのナルドサーキットにて高速耐久テストを行い、24時間平均時速時速 322.89km など6つの世界新記録、12のクラス新記録を打ち立てた。最高速度は時速 350km に達する。市販化はされていないが、後に販売されたフェイトンにエンジンが受け継がれた。また、レースゲーム、 グランツーリスモ4に本社が収録されている。ありがとうございます。